今回は涼しさを求めて水越峠からもみじ谷本流ルートを通って金剛山に登りました。川沿いでかなり涼しく登りやすかったですが、最後の急登がめちゃくちゃしんどかったです。帰りは歩きやすい青毛道で下山する獲得標高約680メートルのコースになっています。おはようございます。今日はですね、いつもの金剛山やってきております。今日は、水越峠からもみじ谷ルートを経由して、山頂の方に上がっていきたいと思います。今回何も分からずトイレの近くに駐車しましたが、もみじ谷ルートを通る登山口までかなり歩く羽目になりました。登る登山口によってはトイレからかなり遠いところもあるので、駐車する場所やトイレに行くタイミングについては要注意です。はい、水越峠の手前までやってきました。で今日はね、このダイヤモンドトレイルと書いてますが、はい、ここから入って、登っていきます。蜂にバレないように撮ってます。バレてるやろ。最初はちょっとアスファルトやね。日陰やし登りやすい。まあめっちゃ緩やかやな。緩やか。このまま山頂行ってくれへんかな。そんなけど。途中まで緩やかにグッと上がる感じかな。わからん。徐々にあれやな、水に近づいてきたな。川の音がめっちゃ聞こえてきた。じゃあ緩やかってこと？お？まさき曰く。俺理論で言うとな。俺理論で言うと。でもずっとそんなきつくないけど。ああ。当たりコースかもしれない。当たりコース。ついに川が見えました。あ、まあ、そしてさらに涼しくなってきた。涼しい。ほんまにめっちゃひんやり。じゃあ水分補給します。これね、またニューアイテム。ペットボトルホルダー。増えてる。もういろんなものがどん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 増えていきますから。こう増えていきますから。めっちゃミニやな。めっちゃミニ、めっちゃ軽いね。ほんでまたこれもレビューします。どちらのやつ？これ象印だったかな。これでもめっちゃ軽いね。一回ちょっと持ってみ。はい、も持っといてあるわ。はい、ほら確かにちっちゃい。象印タイガーやろ。すいません、すごいめっちゃ適当やな。さらっと象印しちゃうかなって言ったような気がする。すいません、タイガーです。タイガーですよ、はい、タイガーです。はい、訂正します。いいね、軽いやろ。ほんでめっちゃ僕らちょっと先走って休憩しましたが、ちゃんとここに途中にもちゃんとあります。テーブル付きの休憩スポットがあります。水場はどう？あ、気持ちいい。全身にも浴びたいわ。全身めっちゃ気持ちいいで。あ、マジでひんやり。うん、ビールいらんな。それこれビール覚えとった。冷えんな。ここに置いていて帰り持って帰るか。はい、分岐点の方到着です。こちら左橋渡っても行けますし、こっちまっすぐでも。どっちでも。はい、今日はまっすぐ行きます。なんか川と
僕らの距離感がどんどんちょっと短くなってきたな。この道清涼感半端ないな。半端ないな。めっちゃ涼しいし、うん、日陰やし、うん、最高。めっちゃ涼しいわ。涼しい。めっちゃ気持ちいい。今のところしんどい道もないな。うん、そうやな。ああ、緩やかに上がってる感じやね。うん、はい、こちら分岐あります。ね、どっち側でも上がれるんですけど、今日は僕ら左に行きます。川渡ります。はい、マイナスイオン吸収中。なんか黒いものが手から出てへんストレス、ストレス放ってる。ああ、めっちゃめっちゃ涼しい。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ涼しいな。最高。あやな、あの六甲山のカスケードバレーに行くね。ああ。川沿いをずっとこうクロスしながら上がっていく。はい、次はこの堤防の横をはしごはしごで上がってきます。OK。すごい、まだ滝が。なんか全身浴びたいって言ってた人おったな。そう。あ、気持ちいい。これ全身にも浴びたいな。なんか話がちょっと変わってきて。どうぞ。どうぞ。すごいな、こんな。あれがあの噂の竜の形をした木かな。うん、
ドラゴンやな、これ本物見たことないけど、ドラゴンボールのドラゴンって呼んだよな、これ。あー、うまそう。最後、歩いてる感じ。はい、また分岐の方やってきました。で、左が旧のもみじ谷で、僕らは今のもみじ谷通って上がっていきたいと思いますので、右です。めっちゃ急や。最後やっぱり飛ぼ飛ぼ歩きになってます。牛歩。小判の鈴もならへん。ゆっくりすぎてな。はい、史跡金剛山というのも出てきました。頭つつです。あまりいい道かなりぬかるんでます。ここで要注意です。特に下山される方は要注意ですね。はい、上がってきました。ここからね、いろんな道合流します。で、僕ら山頂広場行ったよね。もうまっすぐ行きます。ここはどこでしょう。全然初めてやな。あ、そういうこと。ああ、そういうことです。そういうことだったんです。今日はね、山頂何度かクイズ、玲子さん20何度でした？21度予想されました。当たれば今日持ってきたビール飲みます。持ってきたんか。よし、当たった。21度ドンピシャ。じゃあもう一本買ってもらうのかな。もう一本買ってもらうのか。21度、はい、大当たりです。ドンピシャです。ビール2本。いやさあ飲もうか。はい、飲みましょうか。最後は飲み応えのある、あの登り応えだな。疲れた、無言やで。もう言葉も出ます。山頂到着です。すごい人やな。あ、うん、ライブカメラ終わった。あ、終わった。あ、またすごいよ。 FNS 歌謡祭サカナクション生放送記念。いつ置かれたよ。坊さん到着。今日はもみじ谷やね。最初はめっちゃ良かったけど、最後すごかったな。死んだ。プラマイゼロやったけど、他のコースとな。初めだから。到着でーす。はい、じゃあドンピシャ賞ということで。やった。はい、行きましょう。いただきます。金剛さんを背に。ね。もう一本はどこで買ってもらうか。帰りは、青毛道を通って入りたいと思います、はい、こっち同じ道から入って戻ることになります、はい、帰りましょう。こちら左です。はい、青毛コース下山です。帰、はい、ってきました。今日はもみじ谷コース行きました、はい、どうでした。なんかいつもと違ってよかった。初めてあそこから登ったし、ああ涼しかったやろ。うん、涼しかった。にも涼しかった、ほんまに。ああ川があったから、そうそうそう、OK、か。気温も低い、山頂上がったら21度。いや、ほんまに最高やな、もうほんまに。全然違った、もう六甲山やられた。全然違った、はい、ということで、また引き続き金剛山また違うコース登っていきますので、よろしくお願いいたします。では
皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。